こっちにあった時計は盗まれました。東京のどこで？自分の家です。あの金庫に入れてなかったんですよ。そしたらなんか全部持ってかれちゃった。だからそれいくらい、なんで入れないのよ。600万。何を元に戻したい？売上、自信、お金、全部。お前の場合は二度と帰ってこねえよ。もう一回成功するしかない。知ってるよ。うん、そんで金も取られて、でカードも取られて、正直200円しかないっす。あ、ホセ、あの今ユーリさんがさ、ちょユーリなんか喋ってよ。どうしました？お疲れ様です。あのホセさん、またユーリさんがお金なくして、なくした。もう YouTube 撮るしか俺の人生再起がねえっておっしゃってるんですけど。僕からしたらちょっと売れてますよ的なアルバイトっていうのがやっぱエグゼクティブプレイヤーだと僕は思ってたんですよ。でも自分それやん。自分よりやってない人たちなんで、なんで俺が文句言われなきゃいけないのかなんで。何？こんにちは。こんにちは。何の話したのかな、ゆりさんと。ゆりと、うん、となんか全部言っていいの？飛んでたな。全部言っていいの？はい。言うことないよ。何も言えない。また頑張ろうねって。だけです。何でもやって、本当に。なんか聞こえましたよ。お久しぶりです。お久しぶり。お久しぶりです。お誕生日やったよ。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。え、昨日でしたっけ？おとといでしたっけ？そうですね。おとといですか？もうそんな時間経ちましたね。すいません、いろいろあったんすもん、マジで。もういい、そのいろいろあったわ。もう付き合ったわ、2年間聞いてるもん、俺。で、何かをこう人のせいにすることがあるの、何でも。その事象がそもそも起きたことがお前が悪いんだから。緊急で動画を回しておく。緊急で。緊急でしたね、今日は。緊急ですね。知ってたんで、ここ数日休んでたの。電話来た、どうせ助けてくださいだろうなと思ったら、やっぱ助けてくださいね。根本としては深い、もうずっとこの街にある悩み。急にお金をドッて持っちゃって、お金の使い方が分かんなくて、生活のレベルだけガッて上がっちゃって、売れた自分とお金を持った自分の生活を落とせないんだけども、何か帳尻が来るとそこに戻りたくても戻れなくて、ちゃんとしてた時してたことができなくなっちゃう。言って今そこなので、ちゃんと毎日出勤して美味しい話に乗らない、そんなわけあるかって思ったら乗らなきゃいいだけなんだけども、苦しいから乗っちゃうのよ。で、ああいう子って自分が嘘つかないから人が嘘つかないと思ってる。俺もちなみに実は騙されやすいタイプで、ゆうりは究極に人に騙されるタイプだから、一番その甘えちゃいけない時にどうしても苦しくて甘えちゃうっていう、そこから抜け出せずにいる。パッと見くだらないし、パッと見アホだなって思うけど、本人は本当に苦しいね。ちゃんとはしてた、約束守るし男気もあって、今もうね男気あるんだけど薄っぺらいね。とにかく理由は苦しいから。お金って簡単に増えるものだと思っちゃってるところを直さないといけないから。こんなに苦しいんですか？200円だって、正直。意味がわからないんだけど。タクシー乗れない。200円、うん、俺200円しかないっす。その日常の生活でかかるお金から見直さないといけないから、うん、ちょっと大変。下手な役中より大変かもしれない。本人にまた何が明日聞いてるんです。大事なすすぎて売ってない。うん。コンビニって食パン売ってないんだね。モンさん、本当にお金がなくてかわいそうなホストに食べさせる一品を作ってほしいです。
そとかなんかですね。そんな美味しいものじゃダメ。あの時の子供の時の気持ちを思い出せるもの。なんか質素だけど何かちょっと味付けがあって、ああこれってやっぱ美味しかったんだみたいな。お前はもう金がないんだっていうのを自覚させなきゃいけない。ああそういう感じですか。そうなんです。ありがとうございます。何時に来た？9時ちょい。赤禁止ね。すいません、今ちょっとクリーニングになさる。ああ、了解です了解です。マジで何もないです。あ、服もないの？あ、服は今あのクリーニングに出せてない状態です。うん、あ、出せてない。はい。あ、金がないから。金がないからです。パーカー。うん、一応中は黒を見るんです、うん、で靴はもうあの4年前に買ったバレンシアの、うん、宮城さんからもらったやつそれぐらいしかないです、うん、この辺にあったカルティエは、あーないっすねカルティエないっすね、なんで言っちゃいました。こっちにあった時計は盗まれました。いつなくなったんですか。なくなったのが1週間ちょい前ぐらい。あ、なんで行った。いや、分からないです。鍵を多分スペアキー作られちゃったかもしれないです。女の子に取られて。それ犯罪じゃない？警察呼べば。はい、あ、一応連絡しました。盗まれたのはあの大阪で。いや、違います。あの東京都です。東京のどこで？え、自分の家です。金、うん、物、うん、まあ金と物です。軽い気持ちだったんで、あの金庫に入れてなかったんですけど。そしたらなんか全部持ってかれちゃった。じゃだからそれいくらい、なんで入れないのよ。いや、ガクですよ。600万とちょうど給料じゃん。はい、前の先月の売り上げ1000万でしょ。まあ腕時計は、まあ、1つ300万ぐらいのやつが持ってかれて、あとあのポケモンカードわかりますか。うん、あの頑張り入れってわかりますか。あのすごい今有名なカードがあるんですけど、それを同時に持ってかれました。まあ、やっぱお前は金銭感覚を直すことと貴重品管理を覚えることが大事だ。金庫に入れてればよかったです。そうだな。大阪では何してたのあんた。大阪ですか。ああ大阪ではお客様が援助してくれるっていう理由で大阪行ったんですけど、そこの、ホテルで待っててって言われたんですよ。ちょっとある場所から持ってくるみたいな感じでどっかで待っててって言われたんですけど、一旦そこにいてって言われたんでそこで待ってたんですよ。でそうしたらそのまま来なかったんで、なかなか出ることができませんでした。教書会来なかったのはそれ。恥ずかしくて言えなかったんですよ、その場では。もうなんかみっともなすぎて。まあ、しっかり見た目のレベル下がってんのちょっと面白いわ。下がりましたね。なんもないっすわ。なんもないっす。お前のこの3年間の5億ってどこに消えたの。3年間の5億全部ないっす。今もう本当にマイナスです。何の笑顔。やるしかないからです。来ねえじゃんどうせ。はい、まあ、まだ無駄遣いの範囲だったらよかった。アクセサリーとか買ってな。そうです、ね、でもわけわかんねえ投資したり、わけわかんねえ株したりとか、やっぱその辺からだな。で結局金がなくなって、あんだけ頑張ったお金取り返したい取り返したい。でお前がやるべきことはやっぱりさ、そこでお金の話をしてくれる女の子に大阪まで会いに行くんじゃなくてさ、やっぱ今ここでちゃんと来てくれる人に笑顔でいることだったよな。はい、はいじゃねえよ、もういいよお前の会話。今年はすごい躍動した。いやどうなんすかね。あのたくさんの人に恵まれてはいるんで、これを躍動して言っていいものかわからないです。なんか自分で招いたことなんで、結局その物取られちゃったっていうのは今月ですか。あ、そうですね。それはあんま誰かも想像つかない。いや、あんま想像つかないですね。あんま人を疑いたくないんで。返してほしいです、それは。でも帰ってきたらこんなになってないですからね。本当はもう病んで病んで病んでどうしていいか分かんなくて、あとなんか情けなくて周りにもお願いできなかったですし。現金はもうだいぶできないですね。もう200円しかないです。はい、冷やめも正直今日できなかったんで、自分でストレートアイロンだけかけてきました。限界っすよマジで。初回なんで。あ、初回言われちゃったみたいです。行ってきます。おっす。
チーズモンさんできました。はい、なんか金大根チック行ったんで大丈夫ですか。それでなんか別のあれだったら説明をしますけど、裕福な家庭ですよ普通に裕福ですよ全然裕福や。あ、それ食べれるからなんで、これ一回冷やしてください。あったかいうちに食わしちゃダメですわあれさ、どこまで本当だと思う、ユーリの話。いやー、なんそれ。俺実はああなっちゃった原因って責任感を持つ機会をもらえなかったからだと思ってて、俺が一回ユーリごめんなやったの覚えてる。はい、よく頑張ったなって思いました。今日この一言言うの2年我慢してたら悪かった俺だよな。任したとかこのままだったらできるかなと思ったら私だよ。聞いたことないですけど、どうしていいか分からなくなっちゃった。すまなかった。もし蓮の立場に有利がいたらああなってなかっただろうって考えてたんだよね、うん、今となっては環境が出来上がったところのユグドにみんな来てる。でも自分もユグドの一員だったんだよ有利って、はい、俺が有利に甘い理由は作った側の一人だと思ってる。でもこうやって甘やかせたら良くないのかな。蓮は俺のことをさ多分有利に甘いって思ってる。でも俺は根本の問題は蓮と有利の相性の悪さだと思ってるから、ただ自分はおかしくないおかしくないって言ってるうちに変なものを覚えたり。じゃあ有利がさ起こしたことで実質的に人に迷惑ってかかってないね。あいつが何か気まずそうに辻褄が合わないことを喋るときって回避するときなんだよね。なんか根本の治療がある気がするんだけど、彼は本当は根底の承認欲求劣等感から来たもので覚えてしまったものだと思ってるんだよね。何かわからないけども否定されたくないのか余計なストレスを感じたくないのかわからないけど、何かなんかこう避けてるような、わかる、そこまだ確信に触れさせたくないみたいな、あの感じ。こうやって大ごとにして心配するからダメなんだよ。本人のために何年でもわかるから。蓮の言い分そっちだから。うん、それは確かにその通りなんだけどな。ありがとうございます。あんまよろしいものではなかったですね。なんで？自分の情緒で出勤とかしなかったりとかしたんで、まあ、お客さん振り回しすぎちゃったなと思って。しかももうここ1年ずっとだもんな。どこから歯車ずれたと思う？去年からですかね。一昨年はすごく楽しかったんですよ、うん、去年からなんかやっぱあのホストのシステムって変わりつつ あったじゃないですか。どんな？なんか今までって SNS だったりとかキラキラーって売れてたポストがやっぱ昔に戻りつつあって、内容的にやっぱなんだろう、ロジカル面が必要となってくる時代だったんで、ちょっと僕あんまついていけなくて。もしかして締めると怖いの？怖いではないです。締めは取りたいんですけど、自信がどんどんなくなっちゃってるんで、なんだろう、売り上げが追いつかなくて、あのアタクタしてたのが去年で、今年はあの資産残したくて、でやっぱいろんな FX だったりとかいじったりとかして、まあ、資金とかは結構なくなっちゃったんで。まずビットコインと FX はギャンブル。知識もないまま自分でポジションか物選んで買うって行為、普通にギャンブル。そもそも相場って誰かが操作できるのに操作できない状況で乗っかるって時点でもうギャンブルか負ける勝負。はい。何を元に戻したい？売上、自信、お金？全部です。一番一つ取るなら、最初にじゃあここだけ助かるって言われたら。正直な話、お金です。今、金に絡む甘い話に飛びついてるんです、そこで。はい。忘れろ。じゃあ、自分が今原始時代です。マンモスを飼って生きていかなきゃいけない。マンモスを倒せて
2、3ヶ月後にはまたひもじい思いをする。だからコツ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 常に肉を取って燻製にして貯めていかなきゃいけない。でも理不尽な大雨とか他の民族の介入とかで結局またゼロになるんです。畑作って耕かしても戦争で巻き込まれて嫌な思いした人たちがいっぱいいる中で、とたった数年で作ったもの一生残ると思わないこと。作った畑が綺麗になる、もっと野菜が取れるようになる、ちょっと広くなる、それはいい。でもこの畑作った、この畑で畑100個にするぞって発想はやめなさい。はい。だとするともうやることってもうあなたはゼロからスタートですしかないんだけどね。ないはずなんだけど、どうしても一発逆転を狙っちゃうんだよな。追われるものとかもたくさんあるんで、ちょっと逃げたくなっちゃうんですよ。元新人の時逆にその話って乗ったと思う？いや、乗らないです。あ、自分には現実的じゃないってその時は思ってました。その自分一度その金を触っちゃってな、触ったことがあったんで、うん、イメージついちゃうんだろうな。見えちゃうんですよね、うん、こういう金が見たいじゃないとそこにしか気持ちが向かない自分だよ。哀れですよ、本当に。自分がなんか本当に嫌いっす、そういうところ。なんか自分らしくが、一回怖くなっちゃったんですよ。なんか自分らしくあれって言われれば言われるほど、本当に自分はこのままでいいのかな、になっちゃって、迷走しちゃったのが、やっぱり。アホのまんまで俺は生きていけんのかって話。はい。が怖かったんですよ。で、変えたかったんですけど、自分の本質的な部分だったりとか、根本的なところで何も変わんないんで、人に対して頭よく話そうとか、マウントを取ろうとか、上に立とうと考えなくていい。それは今のままあなたはそういうことをしないところが売りなんだから、そのままでいい。はい、だ問題はやっぱり隙をなくすことだね。知らぬ間に何かに巻き込まれてるタイプだから。うん。とやっぱり甘い誘いに乗らないこと。いや、情けないんで、変えたいです。変えるつもりで。失敗は、失敗した理由を継続してる限り取り返すことできないから。そもそも失敗っていうのは取り返せない。きちんと痛みとして受け止めて新しくやり直さなきゃいけないんだよ。まあ、ホストって仕事がきついからそういったものも持ちたい気持ちはわかるんだけども、あくまでホストありきのあなたのその身の回りの可能性と今の生活だよってところを忘れたのがあなたの失敗。はい。お前の失敗は二度と帰ってこねえから、絶対に帰ってこねえから、もう帰ってこない。過去の成功はもう一回成功するしかない。はい。でも大丈夫、そういう損何度もしている。それこそホスト騒動の時にもう内装作ってたお店とか借りるだけ借りて金家賃払ってた店合わせたら俺2億ぐらいのダメージ受けてる。お前はまだいいじゃん、自分で決めたことで受けたダメージとか、俺とか別に当たり前の常識が変わった状況で受けるダメージがあるから、あの時受けた損害は返ってこないし、あの時のまま同じことをしててもあれ以上もなかったし、もっと痛い思いしてたと思うから、あのままお店増やして雑なサービスをたくさん世間にばらまいたらそんなもんじゃ済まなかったと思う。そこに執着してもっと損したり周りに迷惑かけるんだったら、はっきりじゃ2億分違うものと埋め合わせできないと違うよねと思って一生懸命働いてるから、はい、店は減ったけど仕事量は増えたし、失敗したから今度こそちゃんとしたホストクラブを中年君に残したいと思って。そしてな、俺は今日どうしてもお前にパンの耳をかじらせたかった。でもダメだった、モンさんに頼んだらちゃんとした弁当が出てきた。とりあえず少しでもなんか違う感じにしたくって冷蔵庫でしっかり冷やしといた。まあ食えよ。うっそ。俺、ホスト始めた時、半年間売り上げゼロ、指名本数ゼロ、送りゼロだったんですよ。うん。その時に学んだはずだったんですけどね。今それより、心が貧しくなっちゃいました。あの時の方がまだなんか、希望に満ちてたっていうか。うん。だからそれがまずいと思ったらお前はもう終わりだよ。まあ今年今更売り上げ売ったところで間に合わないから。はい。はい。お前に売り上げを期待してません。貧怠を期待してます。本当にお前を助けたかった人たちにきちんとできてなかったことを反省した方がいいよ。はい。本来はお前がちゃんとここにいれば困ってるって声を上げたら助けてくれる人たちだらけだったんじゃないか。そうですね。わざと大阪まで助けてなんて言いに行く必要あったの？なかったです。うん。そもそもからずれてるよお前。はい。
じゃあ解禁で。はーい。はい、パンの耳じゃなかったっすね。美味しそう。え、ちゃんと美味しそうなんだよ。最近全然、うん、あの、飯食えてなかったんで、めっちゃ痩せちゃいました。でも嬉しいっすわ。え、うん。しっかりうまいっすわ。俺、ホット、最初始めた時、ほんと半年間売り上げゼロで、うん、あの、地方の時代だったんですけど、うん、あの、まだ、キャッチとかができた、あれ、時代だったんで、うん、キャッチして、初回を入れる、その時の給料、1ヶ月4万とかっす。初回入るって幸せなことですね、もう、ね。はい。なんで辞めなかったんですか？半年結構辛かったじゃないですか、正直。続けるだけでもすごいなと思って。夢見てたんですよ。うん、あの、上の人間が札束もらってるの見て、ぜーってなったんですよね。いや、それ気持ち忘れてました。もう当たり前だと思いたくないんで、一旦売り上げをっていうよりも、自分のこと選んでくれた人たち全員大切にしたいと思います。二度ともうこの気持ちになりたくないですし、させたくないです。うまいっす。幹部旅行するから移動からお弁当で。それだけのためにユーモア大阪市にちょっとみんなと一緒に行きたかったっすけど僕は。え、だって修学旅行先生と二人っきりで行くやついます？いないっすよね。明日からちょっと海外行ってくるんですけど、伊予さんと一緒っていうのもちょっと